英語とクイズの心世界のお時間です。ねえ、今夜も楽しく英語を学んでいきましょうね。いやー、本当にですね、いやー、もう毎日これのために生きてんだよねみたいなね、そういうのって大人はお酒だったりするんですけれども、ねえねえ、私はね、動画を見てくれた君、そう、君だ、他ならぬ君だね。えその君が書いてくれたコメントとかでですね、いいねとかね、一話でもコメントですよね、やっぱり、ね、ボイスがね、ねえ、ボイス&コメントがね、コメントがね、ねえ、私のこのね、元気の源、元気の源ですよ、ねえ、日々の源、それにね、動画をアップする源になってますから、ねえ、これを見ている君、ねえ、いや、気軽にですね、コメント書き込んでいただきたいなと思います。そして、このチャンネルはですね、激烈人気 YouTuber を目指して、日々動画アップしておりますので、よかったらチャンネル登録もしてみてくださいね。っていうか、してくれ、頼む、お願いします、何でもはしませんから。で、とやれユーもね、ユーもねー、フレンドをね誘って登録しちゃいなよ。ねえ、そういや、登録って英語なんて言うんだろう、わかんねえな。で、そんな感じですけれども、さ、今回もですね、私のね、プロフィールを見ていからいきますか。どのボタンだっけ、ねえ、いや、本当にですね、今日も見ていただいてありがとうございます。ねえ、なかなかね、このなんだろうね、こう、よ、いろんな YouTube とかって動画はあると思うんですけども、ささらっと見てね、その中からうんと思ってクリックするのってなかなかね、なんだろうね、まあ、結構ね、あると思うんですけども、その検索に出てくるのってすごい膨大な数なので、その中からこう見つけてもらうっていうのもね、なかなかありがたい話ですよ。なんかたまたまこう見つけてもらったりしたりしたらね、なんかの縁なのかもしれないですけどもね。さ、話が長くなりました。確かメニューから見れるんだよね。こちらがプレイ ID と名前になっておりますので、よかったら、登録してみてくださいね。いや、しかし雑学ってまだ一回もやってねえな。しかし英語の雑学ってなんだろうね、なんだろう、アメリカあるあるみたいな、イギリスあるあるみたいな感じなのかな。さあ、今日もですね、コックリさんと一緒にやっていきましょう。なんかね、今日はこう出かけてきたらゴリゴリの天気雨になってて、なんか天気雨って昔からね、狐の嫁入りとかって言いますけれどもね。で、先日ですね、いつものように夜家に帰って狐がいてですね、お、狐だと思ってスマホを取り出したら、もうさって逃げていっちゃってね。いや、なんかタヌキは結構見るんですけどね、キツネはあんま見たことなかったので、あれ、でもうちの近所ってキツネいたっけみたいなね、感じだったんですけど、最近なんかキツネにこうね、縁があるな的な話でした。なんかコックリさんに疲れてるかもしんないっすね。いやー、コックリさん先日からちょっと縁があるもんな。さあ、今日もですね、英語やる前に右上を見ていただきたいんですけれども、ガチャの石が溜まってますよね。ねえ、なんかアイドルガチャとかやってるんで、こう10連やっていこうぜ。さあ、11連ですけどね。さあ、前にも言ったんですけれどもね、この真ん中の四角いキューブが金ピカに光るたびにレア度の星が1個上がっていくようです。ねえ、なのでその回数によって期待度がわかるんじゃないかな。1、おっと、もうどう見てもチビドラゴンだよね。今回もハズレじゃねえかなこれ。いやー、なんか鬼めっちゃいるな。あれ、今回全然発展しない、やばいんじゃないこれ。あれー、いやー、いつぞやのガチャで星5、4体、3体引いた時の運の振り戻しがここに来てんのかな。うわ、全然ダメだな。あと半分ぐらいかな。お、やっと発生した。おっと、これアイドルじゃない？あー、でも一応アイドル出たから、あれだね。
いやでも星3か。ということは最終進化っていうか、しても星4だよね。あれ？またアイテムかな？車だよ。あれこの車前、青くなかった？黄色いんだけど。いやー、あとスライムだな。あとなんか3回ぐらいかな。ちょっと数えてなかったけど。星 3？ 何者？いやー、でもなんかアイドルっぽい方、一人出ましたね。ルックス。ルックス？ルックス命みたいなことなのかな。まあ、確かにルックスはいいですよね。味方全体のブロック率が 20% 上昇する。いまいちそのブロック率ってのがよくわかんない。ねえ、まあ、とりあえず出たんでよかったが。いや、未だにフレンド申請誰にもしてねえってね。誰にもしてねえってね。さあ、今日クエスト2回ぐらいやっていきましょう。ねえ。いやー、なんだろうね、私のこのね、ストーリーレベルというか、がまだね、問題レベルが子供レベル1なので、ねえ、ちょうどあの英語を習い始めたっていうね、君。もしくは、英語とかもだいぶ前に習ったけど、全然もう覚えてねえ、みたいなね。そんなお兄さんお姉さん。もうね、もう同時に楽しめるんじゃねえか、みたいなね、感じはありますけれども。いやー、でも英語もっとやっとけばよかったなと思いますよね、今ね。和製英語、和製英語いいね。パトカー。ああ、日本では通じるけど、海外行ってパトカーって言っても通じないよ的なこと？ポリスカーでしょ？ポリスカー。ポリスカー。次何が行くかな？全部生活なんだよね。45% とか、46% のやつとかやってみる。食事。ええー、!1、ダイエット。2、スナック。3、ディナー。4、4なんだろう、ミール。こんなことだとディナーじゃない？へぇー、初めて知った、ミール。お肉か何個かと思った、今。動き。変わったの好きなんですよね、何でも。走る、経営する。move on to, walk. リロケート？ run. run じゃないの？ run.経営するもの何なの？へぇ。おっと、またイケメンじゃね？イケメン水とドラゴンズじゃない？和製英語またやってみる。なんかホッチキスとかも外国じゃ繋がん、んか、ホッチキスとかもなんか外国じゃ伝わんないんですっけ？英語にすると B から始まるのはどれ？カメラマン、写真家。全然わかんない。Photographer.ライブハウス、パン、ブレッド、あ、そっか、ブレッドか。焦るとダメだね。なんかリミットにちょっと押されちゃったよ。そうだね、ブレッドだよね。生活84。Make。Create の4番じゃない？ 3 番なんだろう？ Develop。ね、デベロッパーとかいますよね。2番クラス3、1番のビジェットってなんだろう？へぇー、訪問する。家庭訪問って、どういう、あれ？ビジットってこと？生活 24%。すげえ気になるな。あやとり、うわ、全然わかんねえ、そんなの。ピクチャーストーリーショー。これ絶対違うと思うな。3番、ローウィング。2番、キャッツ、クレードル。1番、ライドル。3番？いや、わかんない。キャッツクレイドル。へぇー。しなり、私こんだけやってるのに、あと覚えてる英語が、ノーザンシュリンプ。甘エビ。どこで使うんだろうね、甘エビの英語なんてね。また 45% いってみる。あれ、これさっき見たな。釣りじゃなかったっけ？あ、違う。何リドルって。なぞなぞ？いやー、確かにわかんないな。まだ子供レベル1だもんな。
生活、動き、生活59。ねえ、せっかくだから難しいのやってこうよね。うがい。うわ、全然わかんない。ニコチン。4番のニコチンってあれ、タバコとかのやつでしょ？ 1 番なんだろう？チトリックアシッド？クエン酸。ガーゴル。ガーゴルがうがい？うがいみたいなあれだと覚えてれば、ほぼ合ってんだね。動き。1個だけ違うとつい落ちちゃうよね。B と叩く。1番なんだろう、マイナーじゃないな。わかんない。ミュージックスタンド。ビート。ビート。クリア！やったぜ！いやー、なんかこの勢いやっていけばもっとこうガチャ引けるんじゃね？ねえ、もう一戦いきますか。ね、いつもこう、お、ちょっと待って。子供レベル2になったよ。やっべえな、レベル2になっちゃった。ついに、こう、心世界先生に次の段階に行きましょうされちゃったよ。数、時間、初めて見ますね。割る、除算する。ADE は確かプラスするやつだよね。3番。マルチプレイ、マルチプレイ。アディションじゃない？Addition. いや、わかんねえな。レベル2になったとは全然わかんなくなったな。いや、だいぶこう脳みそなまってんな。29%。ちょっと待って、レベル2のまず、慣れる意味で高いとこから行こう。シューバックス。下駄箱じゃない？シューバックス。靴ってシューズじゃないの？と思った君。ねえ、やっぱ靴複数形だからシューズになるんだね。多分ね。ねえ、まずレベル2になれる意味で、こう、正解率高いのをやっていきましょう。ドリル。どう見てもドリルじゃない？ 1 番。ドリル。いや、なんか敵も硬いね。やべえな、そういやキャラの育成全然やってねえな。クイズやってっけど、クイズはやってるけど、キャラ全然育ててないっていうね。いや、前も言ったんですけど、キャラを育てないとね、ダメージが取らないんですよ、クリアしても。かかと、ヒールじゃない？ヒール。ヒール。どれがいいかな。そろそろ 62% ぐらいまで落としてみますか。生活。英語にすると S から始まるものはどれ？声に出して話す、講演する。スピークじゃない。2は見る、におる。ルック。3番ってなんだろう？プレス。圧力をかけるも、ああ、そっか、プレスキーって言うもんね。ねえ、みたいな感じで、なんかいろんなことをね、こう知ってると、それに関連して、他のことをこうね、あれもしかしてこうじゃないかなってね、思えるようになったりするので、いろんな勉強をするのに全く無駄なことはないと思いますけどもね。ねえ、なんでも勉強になるもんですよ。で、そんな感じです。さあ、今回はですね、盛りだくさんでしたね。いやー、レベル2になったら突然難しくなったな。まだでも子供レベル2なんだもんね。もう現役のこの、で同じ今やってるのと同じレベルの英語を習ってる方にはもう超楽なんですけど、長塚さんバカじゃねえみたいなね。やべえ、思われちゃう。もっと勉強していかないと。ねえ、そんな感じでもっと勉強していかないといけないので、また次の動画も絶対見てくるよな。それではまた次の動画で。